あの荒波立てようとしょっちゅうあの一緒に走ったりしてんだけど、本当に癒やさの場所に僕が語りだした熱く。いきますか。はい、はい、あ、なるほど、伊藤さん、あ、ハンドルネーム、ハリテさん、はい、ハリテ伊藤さん、国崎さん、こんばんは、こんばんは。日曜チャップリンの大社のネタを見て大笑いをしてからフランジャタさんがずっと気になっていて、最近このチャンネルで、初めて見たポンポコチャンネルのラジオが画面に向かって鼻くそを投げつけ続けるという衝撃的なものであります。ありました。その後ネタ動画以外を見るのがに躊躇していましたが、最近は生配信楽しみにする毎日。はい、スタイルに疲れやすい人かもしれませんが、同人の発想を容易に取り越えてくるネタの方々をどのように作っているのかがとても気になります。はい、ネタ帳のようなものはあったりするのでしょうか。あればどのようなことが書かれているのか知りたいです。これからのご活躍を記念しております。なるほどね。はい、追伸ラジオに向けてメールを送るのはこの度初めてなので、失礼や間違いがあればご容赦です。何もないですよ。はい、素晴らしい。ネタ帳ね、まあネタ帳ないですからね。ないよね、別にその場ですよね。うん、思いついて撮ってみたいな。松倉さんと作りが同じでしたね、完全に。ああ、そうなんですか。うん、びっくりしました。まあでも、その、なんていうか、その場で何も聞かれずに合わせる僕もすごいですよ。でも、完璧なね、やつやるじゃないですか。初見が一番いいかもね、そうなるとね、やっぱり。そうそうそう。コントとか、あれ、僕が言ってたら、コントになるじゃないですか。そうそうそう。コントにすると、台本にしたらおもろいかもね。ああ、なるほどね。うん、漫才、なんか別のことやりたいです、どうせなら。はいはいはい。フィジックちゃんとなんか書いてやってみても面白いかもね。はいはい。まあ、ネタ帳っていうか、その、僕のやつはあるけどね、その、何も台本は書いてないけど、そのタイトルだけ書かないと忘れちゃうから、はいはい。そのなんかネタやって、このタイトルはこんな感じかなって僕勝手に決めたやつはこういうのあるけど、こうタイトルだけね、いっぱい書いてあるかな。まあ、めっちゃあるんだけど、あなたもある。俺はね、それこそね、わけはもう覚えてないタイトルとか、チャンペイチョンペイチャイとか、もうなんだこれっていう。それこそ僕なんて言うとね、あ、めちゃくちゃある。あのビデオを僕は毎回撮るんですよ、自分で。はいはいはい。今見ました。1121個ある、携帯に。その、僕でも1個も見たことないんで。あ、ちょっと見せてあげようか。その、あるんですよ、毎回その、僕がね、撮ったの。ちょっと待ってね、その、はいはい、めちゃくちゃ面白いやつとかが上がるのよ、自分で撮った。その、だから、いや、分かるんだけど、その、こういう話になった時に、僕がね、その、なんとなくその、2人でまあやってますみたいな空気を出すね、俺が。ええ、まあまあ、その、僕も何にも聞かされずに一発でやって、立ちでいきなりやって、まあ、くにちゃんがボケたら僕もなんか突っ込んで、それでネタできますね、みたいなことを言い出すと、あなたがその必ず、まあ、みたいな携帯を出して、その、でも僕はあの、まあ、ちょっとあの、一人で撮ってる動画があるんです、みたいな。これを見てほしいのよ、もう。押すじゃん、その、いや、結局僕一人がやっぱやってます、みたいな、やっぱ押してくるね、その。ちょっと待ってね。やっぱり嫌なんだ、その、俺も作ってるみたいな感じに出されるのはやっぱ嫌なんだ。いや、俺なんでもいいんだけど、あの、はい、なんかね、何個かね、あるのよ。あと、それ、俺見たことないの。あの、奇跡のやつが。どれだっけな。これでも分かりづらいな。あの、どんな感じなんですか。ちょっとおすすめのやつを今ね、選びです。まあね、なんか YouTube とかね、上げてますしね。そうそうそう。これでもむずいな、あの、バイト場の休憩室で撮ってるから。はいはいはい。その多分上げちゃダメなんだよ、バイト場のやつは。そうですね。まだこんな感じで撮るんだよ。見える？こんばんは。こういうのね。ちょっと待って。俺がなん。すごいね。俺の分開けてんの？開けてる開けてる。これがね、あの、1個、2個、3個あるから。
マジで3000個ぐらいあるんだよ、こういう動画が。すごいね。これ、あの、これに一回やっても面白いかもしれない。YouTube の、俺のこれにあなたが突っ込むみたいな。ああ、いいじゃないですか。うん。まあ、でもそのなんでしょう、僕が言ったことによってまたなんかネタが広がるみたいなこともありますよね、やってて僕のが入った時にまたとんでもないネタになるってありますよね。どっかないかな。まあいいや、まあ基本的にはそのね、あなたの発想ですから、もうネタなんかね、まあ、もう何でもいいですよ本当に。僕はもう何でもいいです。でもあのね、ダウンタウンもあるもんね、そのまっちゃんがそのある時雑誌のインタビューでね、ネタどっちが作ってるんですかって言われた時に、うん、浜ちゃんがまあ2人で喋りながらやってますって言った時に、うん、まっちゃんもずっとそれが忘れられないって言ったね。あ、怒りんだ、しかも俺やろみたいな、そのままでは言わんかったけどお前何、俺がやっとんねんみたいな。やっぱボケの人はやっぱあるんだね、そんななんかむずいだろうけどね、ボケがボケやってのネタやろみたいなね、なんかいろいろあるのよ。でもこれ、あ、それこそあの、はい、カラオケで撮ったやつもある。カラオケで撮ったやつ、これ見える、このカラオケで2人で撮ってるやつもあるから、あるね、そう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 、いっぱいありますよこういうの。バイパーなんならその見せる本当に10年前ってやつもあるからね、うん、俺の中にそのある子供を2人がやってるみたいなのもあるからね、俺らも。俺しかもこの言ってないですけど、はい、まだ見ぬお笑いを僕は4、5個やってます、ここで。え、僕はこの墓場まで持っていくやつを、俺こういうの好きなんですよ。あ、ちょっと、え、あのそれいや僕らでやってもらえます、俺はさ墓場まで持ってってる場合じゃないんですよ。その僕どうせなら自分だけ知って終わっていきたいっていうのもあって、感じ与えでやりましょう、それはね。それそのやっぱ僕だけ知ってる状態であの死んでいきたいんですよ。そのちょっとあの考え方変えてみましょう。そのあなたの中でこれがすごいと今思ってるじゃん、もう誰もたどり着けないと思ってたんです、はい、でそれを俺にぶつけた時に、ね、俺のツッコミで、ツッコミというか俺のツッコミでも何でもない、なんかすごいのあるじゃん、わけわかんない、はいはいはい、プラスの時もあるしマイナスの時もあるけど、はい、それによってなんか、あ、え、もうこんなに、あ、こん